かましや。梅梅チャンネル。一二三にゃん、一二三にゃん、一二三にゃん。ほら、おもろいんかい。あ、すいません、ごめんなさい、ほんまに忘れてました。フリーパフォーマーの梅谷玄斗です、お願いします。今日は、実家に来てます。ゴールの角にこう、ぶら下がってそこを入れて当たったらあかんみたいなのが、多分ここに貼ってると思うんですけど、こことここに貼ってると思うんですけど、あれのね、ちょっと違うバージョン考えたんで、それやっていこうかなと思って。でも一人じゃあれ無理やん、蹴ってあそこ行ってって無理やから、ちょっとほんまに今回スペシャルゲスト呼んでます。お、すみません、いいですか、お願いします。ごめんなさい、何ですか？それをね、はい、上じゃなくて今回下で腕立てみたいな状態でこう、はい、で、こっちは蹴る方は当てるとで、あっちは、避けるでも、両手両足ついとかない、はい、で、ボールがこう来ますよねと、来ましたと、で、ここに来た場合はどうするんですか？こうやって、ということ、そうですね、下の場合、足の前、来た。で、もし当たって崩れ落ちる、もしね、こう当たってバン崩れ落ちた、1、2、3秒以内に戻ると、それでやりましょうよ。それでね、球がね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、交換しましょう。やっていきましょう。じゃあ僕から、キーパーで、2回表裏ですよね。だからこれなんていう、題名を考えてないから考えてほしいのよ。で、それここで決まって第何回ってやりたい。腕立て人第1回腕立て崩し漁師盛り付き対決。し、行きましょう。いいやつ、行きます。1球しか当たってへんけど、2箇所当たったから2点。いいですか？よし。2点同点やね。よしほんまに射抜かれた、左腕外れてない。ついた、ついてる。わかるんか。いきます。はい、2巡目スタート。やばい。
だ。普段見てるから猫可愛いもん好きやもん。キトラン名前言うねん。恥ずいな。キトランっていう猫飼ってます。可愛いです。おう、ミスターそれで、ね、玉がね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12交換しましょう、交換しましょう、交換しましょう。どれやで今生地、え、行ってもらおうか。生地があっちゃな。準備 OK ですか。いや、やかましいや。それでは聞いてください。おう、こういう場合はどうなん。もう一回です。で、全く同じ位置ですからね。そうやな。どうでした。お前さ、一歩も動かへんわ、おかしいやろ。はい、では僕とマキがね、はい、引き分けやったんで、はい、あのちょっと急遽やっていただいたんですけど、あの4発当たるっていうね、熱い事件発生したんで一発ギャグの方をね、何しようかな。じゃあ漁師盛り付き一発ギャグでお願いします。一発ギャグのマシンみたいな。間違いです。大爆笑一発ギャグまで2、1。いや、ワン長。あ、すいません、お客さん、こちらお持ちしました、ポテトフライの漁師の盛り付きです。すいません、ちょっと、解説します。これはね、スローになっているのではなく、通常通りです。通常通りのスピードになっております。ゆっくり聞いてください。動き、脂肪の動き、肩の動き、足の動き、全てを見てもらいたいなと思っております。では、最後にね、とんでもない映像が映ったので、そちらをご覧ください。